トリミングっていうか、じゃあここ、あ、ごめんです、ここです、登山道入り口。ここがあのこの上上がってって大体30分ぐらいなんですけど、あの千円札の富士山なんていうので有名な景色ですね。マジか。この上が千円札の富士山入り口っていうのが、この上がっていうのがあの辺にどっかあったと思うんだけど、表示が、まあいや、帰ってきてからでも全然構わないんですけど。行きます、よいしょ。まあこれこうやって回しながら行って後で使おうと思えば、あ、そうだ、富士山、もうこの時点で十分なんですけど、もうあの階段5段上がっただけで、ちょっと湖と富士山だったら十分なんだけど、周りもちゃんと紅葉してるし、まあそして5段上がったことで車がこうやって下通っても画角としては問題ないし、これで十分、もう十分っちゃ十分な絵が撮れたんですけどね。まあせっかく紅葉しててここまで来たんで登ってみましょうかっていうトークを回してて、これ全部多分 AI 文字起こしでほぼほぼあのチェックだけでスルーできると思うんですよ。まあ、それぐらい今文字起こしの精度が上がってますから。マジか。マジです。ただ間でもしかしたらすれ違う人の方の声を拾っちゃうかもしれないです。これもう一段階行くと、はい、登録した声のみ文字起こしとか、はいはい、2人だったら右と左からみたいなこともすごい先にはそうなるのかな。そうですね、色変えてぐらいはやってくれるかもしれないですね。色だったりカッコの付け方を変えるとか設定できるように、まあそんぐらい手動でやれっていう意味でも 今でももう十分できちゃいますけどね。いや人間のその楽をしたいっていう思いは尽きねえと。確かに、まあそうですね、楽をしてこう高いところから紅葉を見たいんで、こうやって歩いて登るんじゃなくてロープウェイまで作っちゃいますからね。もうすごい行列だったロープウェイの方ね。え、川口湖のロープウェイがもう坂の下まで行列してて嫌になってわざわざ元栖湖まで来た。どっち行こうかって言ってて、せっかくだからロープウェイ行きますかって話になってたのに、何も食いたかったよ俺。そうですね、頂上でこっちはね、ただの登山道なんでね、頂上展望台はあるんですけど団子屋さんないんですよ。うわ、まあそんな感じでね、話しながら行ってみるんだけれど、まあ多分携帯の電池が切れるのが先か俺の息が切れるのが先か、いい勝負。まあ正直息は切れてるよ。まあ、徐々にね息は切れてきますよ。まあポイントポイントで富士山が見えるんでね、ポイントごとに、よいしょ、また、いやこんぐらいの帰りはちょっと不安ですね。まあでもこれ一度来た時も、まあどうせ僕はいつものサンダル履きなんで余裕なんですけど、前もクロックスだったし今回も余裕っしょ。まあそんな感じでね、景色自体はいいんですよ本当に。とはいえ話すことがないあんまり。そりゃ無口になってくる。そうですね、トークネタが尽きていくっていうか、もうさっきも説明していた文字起こしの話をもう一回あのラジオに載せるように話すとか、そういうことももうどうでもいいですもんね。まあ、そんなわけで次のポイントまでもう4分30秒それでも行ってますからね、まあ次のポイントまでちょっと上がっていきたいと思います。言うてまだね5分か10分しか上がってないですけど、もうあと310メートル、もうこの景色でいいっちゃいいんですけどね。まあだからって言って展望台もあるんで降りますかってならないんですよね。そしてもう高低差で言えばかなり行きました。
こっからそこまででもないです。本当？アップダウンで言えばアップですけど、ヒーヒーって感じではないです。まあ見ての通りこんな感じです。まああの日が差さなくても富士山のてっぺんが見えてるうちに上に着けば、はい、全然景色としては勝ち組なので今日は、まあ今こうやってね話してる間にガリガリ進んでいけば、あ、まだもう一回つづら折りあんのか、でももう大したことない、まあいけるでしょう。もう展望台のポケストップも入ったんで一瞬の距離ですけど、もう到着ですね。あ、来ました。あ、千円札の逆さ富士展望台だから、まあ千円札の富士山でいいんですね。もう今日はもう展望台だけが目当てなんで、ここで展望台まで行って富士山見たらしばらくゆっくりして帰り道ですけど、あ、まあ正味多分正味15分とかしか歩いてないですよ。往復30分ちょいってとこです。まあ西回ってから登り始めたんで多分そんなもんだと思うんですけど、あ、でもそうですね、上登ってきてもう峠の展望台なんで湖畔のあそこよりは寒いですね。さすがに風があります。風が冷たいまあそれはもう11月も半ばですから、ええ、来ました。名勝富士五湖中野倉展望地。まあ、富士五湖本栖湖の富士山をそのまま上に登った山から見上げるというか、山から見上げて富士山挟、湖挟んで富士山、ただちょっとこんだけ風あると逆さ富士は映んないですね、残念なことに。あ、先客いた、まあいいや、ガンガン行こう。到着です。はい、もう展望台になっててよいしょと、うん、いや風は確かに差しますね。そして到着です。中野倉峠ビューポイント。まあ、そして下が周りが紅葉してるのがいいですね。やっぱり来るならこの時期、この紙幣の図柄に採用された湖畔の春、この半の春を描いたのが岡田紅葉って、もう紅葉から多分撮ってますからね。陽の字違いますけど、赤い日ですけど、もうこの富士山がもうこれで無駄に8分いきますわ今の3つつなげるだけで、収益化してないんで無駄なんですけど、無駄に8分いきますわ。よいしょ。